対象にしていると、まあ、先細りっていうのはね、常に真摯に使いたいっていうのは、どうしてかないんだろうね。巨匠は、ラジオコントロールカーのように操れるドローンで、新たなファンの獲得を目指します。一方、新しいファンを増やすために、プラモデルも年々進化しています。こちらがちょうどあの10代にも人気のある、ブレードファイターズシリーズというパソラマになるんですけども、そこだけでボールこういった色プレゼンができるような。通常、ランナーと呼ばれる枠につながった部品は一色ですが、バンダイプラモデルでは、今のガンプラはこういった形で1枚のランナーにいろんなカラーリングがそのまま入っている状態。